虹色のトロツキーは、安彦義和による日本の漫画、月刊コミックトムにて、1990年11月号から1996年11月号まで連載された。昭和初期の満州国を舞台にした作品であり、ヒモーハーフの主人公が当時メキシコに亡命していた、レフトロツキーを満州に招く、トロツキー計画に関わり、右翼曲折を経ながら、自身のルーツや、 民族的なアイデンティティへと迫っていく。潮出版社から単行本、中央公論社より、中高コミック文庫版、双葉社より愛蔵版が出版されている。作者の安彦は1989年に公開されたアニメ映画、V ナス戦記の制作終了後、アニメの世界から距離を置きたい、アニメの色を打ち消した作品を手掛けたいという希望を持ち、古代史を題材とした。 ナムジンに次いでコミックトムへ持ち込みに近い形で作品を発表することになった。安彦は当時についてコミックトムという非常に面白い雑誌にチャンスをもらった。横山光輝さんらもいて、それこそ祝祭感というか、ウキウキしていたのを覚えていますとしている。作品を手掛けるにあたり、従来の被害と不正義を告発するような被害者的視点と、 馬族ものと称されるようなお楽しみ系、そのどちらでもないものを描きたいと考え、等身大の主人公に視点を置きつつ、同時に政治的な満州を見渡すことを意図した。本作品の舞台となった満州国及び第二次世界大戦前夜の世界情勢は、様々な勢力が敵や味方、思想の左右を問わず、離合集散を繰り返すなど複雑とした様相を呈していたが、 こうした情勢を、ウムボルトという主人公を創作することで、作者なりに追体験している、としている。さらに構想の過程で、建国大学という題材にたどり着き、OB に取材を申し出て、当時の資料を参考にするうちに興味を抱き、県代を舞台にした、青春期に転換することも考えたが、心が惹かれるテーマが多く、実現することはなかった。また、 作品終盤には、満州国の終焉や国境内戦まで描くべきかと悩んだが、主人公、ウムボルトが生きるには、歴史が課題すぎるという考えから最終的には、ノモンハン事件で物語を閉ざさざるを得なかったとしている。なお、ユリイカ2007年9月号のインタビューによれば、構想の段階では、将軍とト,トロツキーというタイトルであり出版社側からは、 トロツキーという名と固いタイトルから難色を示されたが、トロツキーをタイトルに入れることにこだわり、彼の伝記ではないという説明を行った上で、タイトルを変更したという。無難なものではなく固いタイトルにこだわった理由については、アニメの片手間に描いているのではないという、サイン、あるいは表現者として、アジア主義に取り組むぞという一つの意思表明としている。 1938年6月、紐を根結の青年、ウムボルトが、建国大学に特別研修生として編入するところから話が始まる。彼は幼い頃に、トロツキーに似た何者かに家族を虐殺され、自身も記憶を失っていた。ウムボルトは、周囲とぶつかり合いながら、自らの失った記憶と、根結ゆえに、曖昧なアイデンティティを求めている。 ウムボルトは貢献者でもある関東軍の石原幹事や合気道師範の上芝森平らから亡き父である深見啓介が陸軍の大陸工作に関わっていたことやそれが記憶を失う原因につながっていることをつかむがはっきりしたことはわからずじまいだったその後石原が病気療養のため本国に帰還したことでウムボルトの貢献は石原の部下であり信奉者でもある 辻正信に一任される。もともと、石原自身がウムボルトの記憶を利用して、トロツキー計画を実現させようとしていたとはいえ、石原は、暴力の犠牲となったウムボルトへの食材の意図もあって、県外に編入させていたようだが、辻は、ウムボルトを、暴力のための手駒としてしか見ていない。ウムボルトは辻からの命令を保護にして故郷に戻り、幼馴染みで、 高日運動家の孫一文子とジャムツや彼と行動を共にする霊家と出会い、彼らと今後も同志として情報を交換する旨を約束する。現代に戻ったウムボルトは五族共和の理想からかけ離れた満州の現状に抗おうとする日本人学生たちと出会う。そのうちの一人が発した和歌山牧水の死を聞いたウムボルトは、 記憶を失う原因を知りたいという探求心から、あえて、トローツキー計画の家中へと飛び込んでいく。ウムボルトは、辻と共に、ハルビンへと赴き、かつて父と関わりのあった亡命ロシア人と接触するが、その矢先に男は、何者かの手により暴殺される。さらにウムボルトは、トローツキー計画を危ぶむユダヤ評議会の、手の者によって拉致され、ハバルフスクに送られそうになるが、 ジャムツ、例から高日戦線のメンバーによって救出される。高日戦線の総長領らの密告によって、ウムボルトの生存を確認した辻も、かつて高日運動をしていた時に一度ウムボルトを逮捕したことのある、法典と組む機関のクスベ近吉に指示を出し、ウムボルトの確保に乗り出す。混乱の中、ジャムツとはぐれたウムボルトは、直接対決の末に、クスベを殺害することになる。 これにより表社会に戻れなくなったウムボルトであったが、堂々と日本人と戦い勝利する姿を見た、総長領は自分たちの頭目に向かえる。ウムボルトは、真の母族共和を成し遂げたいと理想を掲げ意気込むも、総は組織としての行き詰まりを打開するべく、高日スラネ軍第八軍を率いる社ン東を頼る、ことを進言。1 9 3九年一月、ボタン校で、社の、 第8軍に合流する満州国の地図。同年2月、内地では舞鶴要塞司令官となった石原の下を元新聞記者の尾崎秀美が訪れていた。尾崎はこの絵踏み丸のブレーンという肩書きの持ち主で満鉄調査部職宅として満州に向かう予定なのだという。尾崎は石原の思想に賛同し、東亜連盟の活動への協力を申し出る一方で、 大祖工作の中止を訴えるが、満州在住の日本人居留民への思いと、ソ連への危機意識が念頭にある石原は拒絶する。が、後に心変わりを起こした石原は、辻当てに暴略を思いとどまるよう促す電報を送り、彼を驚愕させるのだった。その頃、ウムボルトは、建国大学で学習した知識や技術によって活躍。宋の死後は舞台を、名実ともに引き継ぎ、 その実績によって、社からも信頼を置かれるようになる。一方で、第八軍は、寄せ集めの集団でしかなく、敵となった満州国軍も満州民族により、構成された軍隊であり、ウムボルトは戦いに、虚しさを覚える。また、社の方針にことを唱える者が現れるなど、離反者が、続出、日本軍の工作により組織壊滅は時間の問題となる。 こうした状況の中、ウムボルトは露営する雪山の中で、かつての師匠、上島に伴われた安江則広大佐と対面し、連根軍としての活動を終えることになる。同年3月、ウムボルトは、父のかつての同僚でもあり、関東軍大連特務機関長にして、ユダヤ通である安江に、トロツキー計画と呼ばれる暴略の阻止と、 辻正信三方の暴走を止めるため協力するように要請される。ここで、ウムボルトは初めて自分の父が関わっていた暴略、トロツキー計画について部分的に知ることになり、なぜ母が殺されたのか、彼は何者だったのかを知るために安江に従うことになる。安江のもう一つの目的は、石原同様に謀略の犠牲になった同僚の息子を保護することにあり、そのため、 ウムボルトは満州国軍に将位として任官し満州国の士官学校である公安軍官学校に赴任する。軍官学校では初めて同僚として赴任する日本人とも交流を深め、モンゴル人の生徒と相対する中で自らのアイデンティティへの認識を深めていく。さらに校長代理であり幼少期に親しくしていた。 ウルジン将軍と再会して過去の断片的な記憶を取り戻すとともに、ここでもまたトロツキー計画について聞かされる。その際、ウルジンはウムボルトに対して彼の中に隠された記憶の危険性からあだうちを思いとどまり、現実と折り合いをつけることこそが最善の道だと忠告をする。その後、ウムボルトは野生大佐の命を受けて上海へ渡り、 トロツキー計画を阻止するべく幼い日の記憶に残る謎の男、ニセトロツキーと対面する。が、寸でのところで阻まれた上、ウムボルトは固くなに幼い日のトロツキーとニセトロツキーが同一人物とは認めようとはせず、安エラによる妨害工作は失敗に終わる。ウムボルトはこの辺りでトロツキー計画と自分の家族に起きた事件の全貌をほぼ掴んだのだが、 事件の真犯人はわからない。そのことは安江も気づいており、これ以上、ウムボルトを工作活動やトローツキー計画と関わらせていては危険との犬塚、これしげ大佐の判断により、ウムボルトは再び公安へと戻される。上海から公安へと向かう汽車の中で、ウムボルトはジャムツと再会する。ウムボルトは、上海で何者かに命を狙われていたが、それが、満州国軍人、 ジョンジュルジャップの指示によるものだと伝えられる。さらに、彼から、日ソ間で間もなく大規模な戦争が始まるという情報を伝えられ、中国戦線で孤立を深める日本に大義はなく、やがて、祖同盟による正義の鉄槌が下されると裏切りを進められる。一方、ウムボルトは、言い分はもっともだが、ソ連の側にのみ正義があるわけではないと断り、 安江大佐宅から失踪した後に、ジャムツの下に拘束され洗脳を受けていた霊花を助け出し、彼と田元を分ける。同年5月、万毛国境付近では、関東軍と外毛子との小規模な戦闘が続いていた。その外毛を支援するソ連軍が、春葉川を越えて進軍中という情報を得た辻は、光明神にかられ、国境付近への増派を決定。 同僚のハットリタクシローらと共に、内地の陸軍省ばかりか、関東軍司令部までも欺き、独断で大規模戦闘を開始すべく次々と、作戦立案を実行し、ついにノモンハンでの軍事衝突へと発展する。この直前、猛虎少年隊へ派遣されていたウムボルトは、少年隊付きのままノモンハンに駆り出されることになる。ノモンハンでは、少年隊と、 軍艦学校生徒隊という連度、経験ともに低い部隊が最前線に配置され、ほぼ捨て駒の状態に置かれてしまうが、戦場という極限状態での共同生活、恩師、辻検索少将との再会や花谷正し大皿、関東軍司令部と野田又たお少皿末端司令官の対立を目の当たりにして、ウムボルトは民族的なこだわりすら超越した認識を持つようになっていく。 同年六月、ウムボルトラ少年隊、生徒隊は壊滅的な被害を受けるが、野田らの立案、ウムボルトの実行による満州国軍正規部隊との連絡と正規部隊を率いるウルジンの進言によって、ようやく配置転換と補給が発令される。この後、ウムボルトはジョンジュルジャップの手引きにより、関東軍司令部を訪れ、花谷大佐と対面、帝国陸軍の総意のもと、 対外工作に関わり調査作林爆殺事件の首謀者となった川本大作大佐をさらなる権利の露見から守るため田中雄吉の手により両親は殺害されたという自らの失われた記憶に関する事件の真相が明らかとなるさらに帝国陸軍の大義と国家の繁栄のために犠牲は必要だったと弁明する花谷に対しウムボルトは 他者に犠牲を強いるような大義に、正義はないと憤りを見せ、刀の柄に手をかけるが彼を倒すまでには至らない。が、これによって危険視されたのか、少年隊や生徒隊の広報装置後も、ウムボルトだけは連絡役として前線に残されることになる。同年8月中旬、内地では、石原の下を尾崎が再び訪れていた。尾崎は、 関東軍の制止と対ソ戦の即時回避のための協力を訴えるが、石原は納得のいく回答を示さない。意を決した尾崎は、間もなく日本の同盟国である、ナチスドイツがソ連と不可侵条約を結ぶという情報を伝え、日本の対処戦プランは形外化すると訴える。さらに、ソ連と結ぶことこそが、石原の唱える王道実現の最善の道と続けるが、石原は、 所詮、政治も戦争も騙し合いの連続であり、純粋なものは利用され、捨て去られるのみと取り合わない。二人の対話が物別れに終わった後、険しい顔つきの石原は、野門藩の地にいるウムボルトのことを思い遠くを見つめる。その頃、野門藩の戦場では、石原の信奉者であった辻が、ソ連相手に一大結成を挑み、幾百万の犠牲を、強いてでも、東亜の地に、 王道落道を実現せんと息巻いていた。一方、前線のウムボルトは刻々と戦況が悪化する中、ソ連に投降しようとする日本兵に拳銃で撃たれるも、かろうじて命をつなぎ止めて、荒野を彷徨っていた。ウムボルトは、薄れゆく意識の中で、光るべき理想の世界を武装するが、果たすことなく力尽きる。それから時が経ち、舞台は、現代の東京へと変わる。 1992年9月、現代 OB と彼の下に取材に訪れた作者との対話の中で、ウムボルトの戦士が伝えられ、レイハナは一人息子と共に、ウルジン将軍の飛行を受けて、ハイラルに住み、丘の上から、ノモンハンの方向を見つめていたという後日談が語られる。2年後の1994年秋、ウムボルトの息子が、父の死の真相を知るべく東京秋葉原に現れ、 その姿がウムボルトに重なっていく場面で物語は終わる。評論家の後友秀は本作品が満州国を題材としている点について作者の安彦が同様に開拓によって開かれた北海道の出身であることの影響を作中のアジア主義の描写については中国文学者の竹内義美からの影響を指摘している。また漫画原作者批評家の大塚英治は 作中の背景に、満州における、ユダヤ人問題が絡む点など、素材の目新しさや、着眼点、作画技術の高さ、戦後民主主義的な価値観が描かれている点から、安彦を手塚治虫に、最も近いところにいる、正統派の描き手であると評価した。東洋史学者の塚瀬進は1990年代に、本作品や山崎豊子の小説、 大地の子などの満州国を題材とした作品が人気を博した理由について、満州国は日本人にとって忘客の彼方にあるのではなく、心の片隅にある、消せない存在であることの現れと評した。社会学者の筒井清忠は本作について、満州を舞台とした作品の中で従来描かれてきた流れをある意味で総合しつつ、それらでは描ききれなかった。 満州のアラベスクの中出に挑戦した意欲作とし、建国大学を主軸に多彩な人物が絡みながらトロツキーをめぐり展開されるストーリーの構想力の大きさが魅力と評した。本作はノモンハン事件をもって実質的なストーリーを終えている。これについて、筒井は著者自身が昭和10年代の日本人と同じく 大陸の大きさに飲み込まれてしまったということだろうかとし、漫画の限界を超えた著者の有根の筆致で、改めて満州国の工房の全体像を描き出してもらいたいと願うと注文した。なお、安彦は、世界1997年12月号のインタビューにおいて、仮に主人公のウムボルトガのモンハンにおいて戦死することがなければ、モウコ連合自治政府を率いた。 徳王のように、外毛を含めた真の猛虎独立を目指しただろうとしている。ただし、時代の流れは、徳王の予想をはるかに超えて変転していたし、また、ウムボルト自身は、体の半分に流れる、日本人の血のために、真に猛虎ナショナリズムを支持する立場には、立てなかったのではないかとしている。批評家の杉田俊介は、主人公、 ウムボルトが様々な失敗や挫折を味わうが、無垢な若々しさや健康的な青年性を失わない点について、鬱屈や煩悩を抱える王道の犬の主人公とは対照的だと指摘し、本作には安彦自身の全教頭時代の夢や理想が託されているのだろうかと評した。これについて安彦はあまり意識はしなかったという。王道の犬が 講談社の担当編集者との間で、事前にテーマや内容を整理して、かなり計画的に話し合った結果であるのに対し、本作は自由な環境の中で手がけたもので、行き当たりばったり、という自身の傾向が典型的に現れた作品だと言い,い、自分の過去を反映させたというよりもむしろ、この時代に生きている、という同時代感覚の方が強いと評している。一方、 漫画家の石川淳は2004年11月29日放送の NHKBS2 の番組 BS 漫画やわにおいて本作が取り上げられた際、川島よしこやリコーランの登場シーンと上柴森平が相木道の技を使って主人公を投げるシーンの二例を挙げ、前者についてはドラマに登場する必然性がない後者については大友克弘的な動きが描けず、 規定的な絵にしかなっていないと批判した。これに対し、安彦は、白戦車版の王道の犬第四巻の後書きにおいて、番組の後半部しか見ていないとした上で、そもそも、川島鳥の二人は、中心ではなく客演者に過ぎず、合気道の技については、プロレス技などと違い、中動作が極めて見えにくい。望むのであれば、すべての動作を描いてもいいと反論した。 こうした論争について、同番組に出演した漫画コラムニストの夏目、ふ之助は、石川に、世間一般には失礼にあたる発言内容が、安彦には論点の食い違いがあったとしつつ、大友的な動きを描ける場合の方が、圧倒的に少なく、商業的な要請からしても、決めの動作でつなげることの方が、はるかに多い。それを例にして、動きを描けないというのは、 ほとんどすべての漫画家にダメ出ししていることになる古武術など動作が見えないのは事実と評した。さらに夏目は脇キャラが多く登場する点については歴史物好きのリテラシーみたいなものがありドラマの筋道と関係のない周辺知識の遊びに面白さがあったりすると評した。また評論家の伊藤氏は大友以前の旧世代の作家という批判は一面では当たらない。 大友が革新的であったように安彦も革新的であり、こうした平行性を認めた上で、初めて両者の差異を乱すことができると表し、石川については何を新しい優れたものとするかという基準が80年代半ば頃の枠組みから更新されていないという問題点を指摘した。ありがとうございます。